はい、手巻きタバコの巻紙レビュー動画。今回は、こちら、プエブロの、ペーパー。プエブロのナチュラルについてきたやつだな。よいしょ。パカッと。これはフリーバーニングのやつだな。厚さ的にはまあ、薄くはないですね。まあ、一般的に、普通のね、ノーマルペーパーみたいな感じだね。それでは、吸っていきましょう。関係ねえけど、ペーパーをさ、付属ペーパーをさ、取っといて、ヤフオクとかで売ってる人もいるみたいですからね。ヤフオクとかメルカリとかで、使わねえから、付属のペーパー使わねえからっつって、売ってる人いますね。まあ、あれは、まあ、ある種リサイクルできていいと思いますけど。ただ、買う人が、まあ、いるかっていう問題ですね。まあ、俺だったら買わないんですけど。やっぱね、こういう普通のペーパーはね、スリムサイズのタバコを作るときだと、やっぱ割合的にね、スリムの方が、明らかにその紙臭いんですよね。逆にほら、キングサイズとか、レギュラーサイズとかだったら割とそんなに気にならないのかもしんない。まあ、あんまり、あれだよね。スリムタバコで吸うと明らかに違うからな。まあ、俺もこれスリムなんですけど、明らかに紙臭いですね。紙くせえな。まあ、しょうがないですね、これはね。これはもう、ノーマルペーパーはもうしょうがないな。これはノーマルペーパーの定めですね。俺が使ってんのが、6ミリのスリムフィルターですね。6ミリか。で、一番、大きいのがレギュラーの8ミリっていうのがあるみたいですけど、まあ、2ミリ違うということですね。レギュラーのね、やつだと8ミリなんで、直径が。まあ、レギュラーでも7.8ミリとかあるみたいですからね。微妙にそのメーカーによって違うんですよね。7.5とか7.8。さらに7.13なんてのもあるね。まあ、どうなんですかね。ここら辺統一してもらいたいんだけど。まあ、俺がよく使うのはピュアのフィルターを使ってるんだけど、ピュアのレギュラーのやつは7.8ですね、直径。
まあ、2ミリ程度でもやっぱり違いますからね、断然。表面積というか体積的に考えると。直径が2ミリ。2ミリ違うっていうのは、ことは結構違いますよね。だから半径かける半径かける3.14だから、もし仮に8だったとしたら4かける4かける3.14だ。四四十六の16かける3.14だから、あ、でも今の人あれか、3か。円周率3なんだってな、今の人な。もう昔、10年ぐらい前にもう3らしいですからね。ということは 16×3 だから、32の、48か。48ですね、体積。48。で、スリムの、6ミリだから、サザンが9の、9×3 だから、327か。全然違いますね、体積で、体積として。327が27と48。2倍近いですね。体積としたら。1.8倍ぐらいありますね、体積。1.8倍ぐらい違うのか。それは結構でかいですね。だからスリムタバコとかエクストラスリムもあるのか。エクストラスリムタバコっていうのもあるみたいですからね。俺ちょっと吸ったことないけど。違う、ウルトラスリムか。あ、エクストラスリム。これが5ミリですね。一番細いやつが5ミリみたいですからね。やっぱり、スリムとか、そういった類のやつだと、紙の、ね、味っていうのが、明らかに、ね、わかる違いがさ、やっぱそう考えると、ね、ペーパーはやっぱり厚さは大事ですよね。単純に厚さだけじゃなくてもう、灰の量が違うからさ、灰の量が多くてさ、吸ってる時にこぼれたりするんだよ、灰がパラパラパラって。それが腹が立つんだよね。精神衛生上よろしくないです。っていうタイプですね。まあ、これもまあ普通に三つ星でいいだろう、これ。三つ星、ご視聴ありがとうございました。